皆様こんにちは。国家基本問題研究所の桜井よし子です。リボン隆です。今日の午前中、皆さん方も非常に関心があると思いますけれども、はい、最先端技術の、研究室の室長を務めていた中国国籍の男がですね、はい、逮捕されました。この人は人民解放軍とも非常に近い関係にあるということが分かっていて、そうですね、しかもそういった人間がですね、8年間も主任研究員を務めていて、日本国政府からの補助金が入っているわけです。で、このようなあり方において、初めてと言っていいくらい の大物を逮捕したわけですけども、これは当然なんですが、あまりにも遅いと思いませんか？そうですね、これまで人民解放軍と関係のある国防7校ですね、はい、の関係が取り沙汰されていると、もう報道はいくらあったわけですけども、摘発がですね、ようやくなったという、危機意識の高まりといえば高まりですけども、あまりも取り組みが遅いということですね。そうなんですね。他の、国立大学、今国立大学法人というふうに言いますけれども、そういったところのこのような最先端の、軍事にすぐに転用されるような技術の研究室には中国人学生がたくさんいるってことは前々から指摘されてきました。中には日本人学生が2人しかいなくて、中国人学生というか研究者がですね、14人もいるというようないびつな構成の、トップクラスの研究室を抱えている国立大学が複数あるわけですね、このようなことに、ずっとこの神経を使わないできたという、しかもそこに毎年毎年ちゃんと許可を与えて税金を投入して、研究させてきて、それがダダ漏れになって中国人民解放軍を助けてきたという実態は、ちょっと考えればですね、政治家であれ大学当局であれ想像できることなんですけども、ここのところのこの歯止めというものが全く、機能してこなかった我が国の、なんて言うんでしょうか、この国防意識の、そうですね、セキュリティクリアランスの、ようやくあのセキュリティクリアランスの重要性というのは、国会でも議論されてきましたけどですね、アメリカなんかに比べると非常に遅いですね。そうですね、でもう一つ問題なのが孔子学園です ね、 そうですね。これもアメリカなどでは孔子学園をもう全面的に廃止しましょうということでですね、共和党政権の時には特に非常に強い措置を取りましたし、民主党政権でもそのような動きはあるんですが、日本の大学は早稲田をはじめ立命館をはじめ本当に一流の大学が今でも孔子学院をちゃんとその温存していて、そこに中国マネーが入って中国人留学生が来て中国人の教授が来て、もう事実上、例えば早稲田などには一時期3000人の中国人学生といったのが今はなんと8000人という数もあるんですね。信じられないような数の中国人学生が勉強している。勉強するだけならいいんですけれども、日本のこのような最先端の知見というものを全部中国に持って帰る、これは大変ですね。北村茂さんという元の NSC の、局長ってんですか、そうですね、がおっしゃってましたけども、その機微な技術を中国に取られないという、この機微な技術のをストップするってことも大事なんだけれども、一番大事なのは人間の頭脳なんだと。人間の頭の中にあるものはもう無限大にあるわけで、この人の知識と理解力というものを中国が取れば、これはものすごい力になるって言うんですね。だからそのような人材を日本で育てて、しかもそれが戻って中国に戻って人民解放軍のために働いて日本に脅威を与えるようなさまざまな武器装備、それからシステムに役立つっていうのは、これどう考えても、日本はお人よしって言われても仕方がないですよね、国家意識がもう欠落しているというふうに思いますね、はい、私はやっぱりその、今このような時代ですから、特に中国に対してきちんとしたその、防護の構えを作らなきゃいけない。そのうちの基本がここの、研究者をどうするかということですね。そうですね。でもう一つ言いたいのは、この日本学術会議がその裏にいるということで、日本学術会議などは私は国が支える必要は全くないと思います、お好きなように研究をなされば良いのであって、民間企業、民間の組織になればいいんですよね。そうですね。
ということでちょっと今日は怒りの言葉をぶちまけましたけれども、はい、本当に日本は危ないところにあるということを共有していただければと思います。では皆さん国権チャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。またね。